ムガール高千穂の旅。神々がいたというこの町に何があるのだろうか。これより宮崎県高千穂へ向かう。まず向かったのは宮崎県高千穂郷。ここには本当に神がいたのではないかと思わせるようなダイナミックな背景に圧倒される。この背景を前に自然と笑みがこぼれてくる。多くの者が何かに導かれるようにこの地を訪れていた。普段抱えていたちっぽけな悩みも綺麗に流されていく。その悩みを分け合うように橋が進む。そのことを知ってか知らずか光が天から注いできた。ここには源頼朝公から授かった大切なものが保管されていた。この洞窟の先にあるものは何なのか。恐る恐る近づいてみた。そこには神々が話し合ったと言われる天安河原宮があった。何を願ってか無数の積石がある。人の悩みもこのダイナミックな自然の前ではちっぽけになってしまう。8月23日平立神宮五色神祭の当日である。五色神祭とは白、黒、黄色、青、赤の5つの人種が一堂に集まり世界平和を祈願するお祭りである。すでに多くの方々が訪れていた。そうやってですね、平和のメッセージは、まあ、私の父から学んだ人生のマニフェストであるんですね。それは何かで3つで言われたんですね。それは政治、経済、宗教である。それをもう一回神道の風に吹いて、もう一回人間の心を目指して、世界中に神道の心を伝えなければいけないということですね。それもぜひ私もですね、努力してまいりたいと思います。だから日本を正しい方向に導いて、世界の心のリーダーシップを持った国にならなければいけないと思いますね。だからこれは心の準備が一番大事ですね。父が言われたのは、ぜひ神様に志を求めている人たちと仲良くしなさい。神道である、仏教である、すべての宗教は神様を愛しているんだ。神様から愛されたんですね。これからぜひですね、皆さんですね、神道の心を中心に、まあ、アラの神、モハメドの神、まあ、いろんな神々ありますから、やっぱり本当の人間の心ですね。人間の心を神の宮であるということを私は日本で学んだんですね。だから今日は私の心に神の宮であるとか神様の声でイスラムのお祈りしました。アラーフエクバル、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 アシャドゥアンラーイラーイラーラأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد
ージをありがとうございます。世界中の異なった人種と異なった宗派を持った者たちが集まり、世界平和を祈願した。生まれた国は違えども、その願いは皆同じである。ではあったが、少しだけ神に触れたような気がした。無がある高千穂の旅が終わる。